ち上がったばかりの声優事務所エールブルー。そして私たちはそこに所属している声優の卵です。ここに来てから今までいろんな出来事がありました。オーケー、ありがとう、あの子を見つけてくれて。助けてくださいだけを7回も取り直すなんて。そんな失敗今まで何回もあるかも。声優への道は遠いな。聞こえてる、聞こえてる、あの日誓った言葉、その声が、その夢が輝くように。それは本当ですか？挑戦する価値はあるかと思いますが。甘い世界じゃないわよ。うん、分かってる。こんなに長いセリフできるかなって。別にできないならやんなくてもいいんだぞ。頑張る気持ちだけじゃどうにもならないことだってあるんだよ。いやだ、美晴がいないチームなんていいタイミングだったから。応援してあげようよ。この手紙を書いた子を抱きしめて伝えてあげたい。連絡がありました、声優を辞めると。私聞いてない。分かったんだ、ここいらが限界だって。やっぱり長いようで短かったわね。バカバカバカ、ルーティンバカ。別に参拝でも構わないよ。さあ共に進もうではないか、この果てしなく長い声優への道は。でもそれ打ち切りエンドみたいだね。みんな今何してるのかな。貧乏暇なしね。ちょっとあんたね。まあ花でも見て落ち着け。泣いても笑ってもこれで最後だしな。後悔のないように。なんだかいい風が吹いてそう。とにかく全力で精一杯